デビッド・高吉鈴木は、カナダの生物学者、科学番組キャスター、環境問題活動家、ブリティッシュコロンビア大学名誉教授。ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで、クリーニング屋を営む、日系人の両親のもで生まれた。1939年に、第二次世界大戦が始まり、その2年後、デイビッド5歳の時、デイビッドを含むカナダ系日本人たちは、 ロッキー山脈の強制収容所に送られ、戦争が終わる1945年までそこで暮らしていた。デイビッドが送られた当時、学校が建てられていなかったため、デイビッドはよく外で遊んだ。森を散歩し、野生の動物を見て、魚釣りをしたりしていた。デイビッドは自然との親しみを学び、こよなく愛するようになった。 その2年後、学校が建設され、デイビッド7歳の時、そこで1年生から学習した。学校に通う子供たちはほとんど日本語を身につけていたが、英語のみしか話せないデイビッドは孤独だった。戦後の1945年デイビッド9歳の時、デイビッド一家はカナダ、オンタリオの小さな町に引っ越した。そこでもデイビッドは外によく出て、昆虫採集や、 キノコ採集をしていたという。デイビッドは、高校1年生になるまでの7年間、その町で暮らし、その後は、同州のロンドンに住んだ。ロンドンにある高校を卒業後、アメリカのアマースト大学とシカゴ大学で、動物学、遺伝学を学ぶ。1961年に、シカゴ大学から動物学の博士号を取得。 1963年から2001年に引退するまでブリティッシュコロンビア大学で教弁を取る。1979年からカナダ放送協会の人気テレビ番組 Nature of ン i n g s シリーズを担当することになる。世界中でおよそ50カ国で放送される長寿番組である。1990年に NPO 団体デビッド鈴木基金を設立。 2004年大規模に行われた国民投票で現存する最も偉大なカナダ人に選ばれたカナダで最高の栄誉であるカナダ勲章2009年にはライトライブリーフッド賞1986年に国際連合教育科学文化機関のカリンガ賞その他数多くの賞を受賞する英語圏の大学を中心に二十数に上る名誉学位を授与される 1992年、当時12歳の時に、環境サミットで、歴史的な演説をした、セバンカリスイコール鈴木は、ジ娘、ありがとうございます。